年前、世界で消滅を極めた貴族は再び姿を現していた。和の国の最高統治者である武士大名は、貴族の殲滅のため、精鋭忍者部隊を闇の森に派遣する。しかしその裏でも、ある陰謀が動き始めている。闇の森は非常に危険だ。慎重に行動するんだぞ。もし貴族に遭遇したらすぐに報告しよう。さあ。不可以当垃圾啦。对不起，我刚才发呆。对，没按到，没按到。要放吗？要放吗？看情况放。真的假的？可是我按错。可是我看大家都推荐苍牙跟那个灵，长期的话不是这样子吗？他の場所に行ってみるか。誰かいるのか。私の骨葬林に入ったら最後、忍びの神でも助かることは叶いませんよ。啊，这边会比较难一点，这边要专心一点。你给他 ID 啦，给他 ID 加好了 ，ID 应该可以加吧。靠腰，冲太快！欸，真的会顿顿的。哎呀，还是不要冲太快好了。やつだな。一体何者なんだ。そう焦らないで、すぐにわかるから。場所を回ってるのか。なんだ、さっきか。
また新鮮な肉が来てくれたわい。哦，直接打 boss 哦，对啊，都忘记了。我记得他超弱了、啊。按错，浪费一个。我故意的啊，我怕我要增加游戏难度。他会弹跳，那个红色的球可以哦。可是之前有这个球吗？しつこいやつらだ。これでも食らえ。これでも食らえ。对，中了。我觉得是那个气功波会比较好，因为气功波速度比较快，比较快打到对方。林彪斗下开进列赛前，今回はこんなところで終わりにしといてやろう。さらばじゃ。あいつはきっと貴族だ。このまま逃がすわけにはいかない。時ではないという。お前ら相手をしてやれ。我已经不算第一次玩了，封测的时候有玩啊，所以这次玩算是第二次玩了。感觉画面有增加一点东西，嗯，有增加一点东西。这个球以前有吗？这个眼球之前有吗？哎，没多好。我很确定那些东西是新的，封测的时候没有。来る途中にあった骸骨はきっと貴族に襲われたんだろう。森は暗いし、気をつけないとな。しつこい奴らだ。これ以上追いかけてくると。食うだけじゃ済まさねえぞ。啊，太晚，太晚，太晚暗了。好，懂了，懂了，我听懂你的意思了。等一下，我刚刚调滑鼠。啊！我干！意外，对不起，有时候就不小心飙出脏话，对不起，すみません，すみません。哎，还有略过键呢，太棒了！之前没有略过键。还是被打到，靠腰。认真，
哦，要提前跳哦。哦，差点掉下去。那是因为我的防御能力啊。想当年我也是洛克人 X 四，打 BOSS 打很快的男人呢、欸。我会玩输这个。洛克人的游戏也很难啊，我可以通关洛克人。完蛋了！刚那个水的没按到。ついたな。さあ、これでも食らえ。やめてくれ。殺さないでくれ。お前ら。武士か。あいつらまんまと騙されやがった。さすがは陰陽師様の式神だ。さあ忍者どもよ、お前らの墓場はここだ。あ、这边要杀忍者哈、要不要杀武士？然后因为要凑满那个星数。早く援護しろ。他只要喊出语音的话，就是代表人来了。好，等武士。太早按了，我以为是武士。啊，可惜了，我要重打了，没有三星了。可以啊，可以加。怎么滑？怎么滑？等一下。その向こうは崖だ。もうどこにも逃げられんぞ。何か道は？隊長、どうしやすか？ふん、崖下は罠だらけだ。奴はもう終わりだよ。すっげえ、さすが隊長だ。気抜いてんじゃねえ。次のとこに待ち伏せに行って、とっとと忍者どもをぶっ潰すぞ。叫び声が消えた。妙だ。何か様子がおかしい気がするが、気のせいか。某一些用可能很难用吧。One, two, three。ハリネズミにしてやれ。靠呀！やか。俺を忍びだと分かって狙っているのか。そいつはいい。こっちは忍者を狙ってたんだからな。お前らごときがか。我抽到的是另外一个武器，所以应该不是固定的。那我觉得苍蝇的速度比较快啊，是我错觉吗？没役に立たねえ野郎どもだ。どけどけ。なぜ貴族を倒すのを邪魔する？さては。陰陽師様から命令があったのだ。忍者どもが謀反を企んでいるから皆殺しにしろ。くだらん。ならその忠実さを見せてもらおうか。
不用。我是那个 SR 火的扇子啊。悪魔に命乞いか。但我觉得苍牙这个大绝有时候有点难用，不太好控制，对我来说不太好控制。还没死啊，再见。やはり陰陽師様が言った通りだ。忍者がこれほどの力を。この森には武士が待ち伏せている。皆にも知らせよ。好，这边要认真一点，认真一点啊！我记得我当初玩这边玩了几次。好，重新挑战。我没按到，没跳到那个。できたな。放て。
真没弄好。どこに行っても武士がいる。今回の任務は武士の罠なんだって。早く林野隊長に教えないと。我可以锁定下翻。哦，不用跳。やっと来たわね。私の期待を裏切らない子。またさっきの声だ。全部お前の仕業だったんだな。大名に使える陰陽師に対して随分な言いようね。陰陽師、林野隊長から聞いたことがある。かなりヤバいやつだ。威勢がいいわね。でもあなたの仲間はもう黄泉の国に旅立ったわ。あなたもすぐに後を追わせてあげる。是三个老新闻。等一下，我先专心，专心，专心。啊，没吃到。太快，太早下翻了。哎，哎呦嘞！我哩嘞嘞，吓我跳！有时候想要吃那个就会被打了。再见。私の式神を倒すとは少しはできるみたいね。でもこれで終わりよ。奥義、過激に。面白いことになってきたわ。好，来到我们最期待的环节，我们大家都喜欢看这个十连抽啊。我们十连抽保底 SSR， 看有没有抽到 SSR， 送雷锤是吧？嗯，秘制豪串 iPhone 20靠腰嘞，这么长，超能扳手，太刀，寒冰弓 ，OK， 这个用过，破魔死，怎么两个破魔死啊？好烂哦！
好烂啊！我不要这个，没了。三个，哎，我 iPhone 二十哎。好，怎么感觉好像不好？等一下，它有保底吗？它保底是 SR 而已哦。啊，好弱、哦。好，我们实验作战。哎，我们看一下武器是什么。火旋团扇，然后这是什么 ？iPhone 20啊，召唤无理雷盾。那、啊、这是什么？作为材料被消耗时，为其他武器增加50点经验值。哦，这看起来这不是拿来打人用的啊？这是什么？立即恢复150点生命力和20%冷速能量值，同时获得10点，每一秒10点的回血速度。哦，这不是攻击型的。感觉不是很好、啊。嗯，好，我是抽，我是不是抽到废物啊？好，就这样。